芝生広場山田緑地は、福岡県北九州市小倉北区南西部にある、広さ140万平方メートルの公園。1995年5月27日開園、2009年4月より、東部緑地、里山を考える、海共同事業体が、指定管理者として、管理を、受託、2014年4月より、九州造園、グリーンワーク共同事業体が、 指定管理者となっている。旧帝国陸軍の山田弾薬庫跡地で、1972年に、米軍より、大蔵省へ返還された。その後、敷地は、大蔵省、自衛隊、北九州市の管轄区域に三分割され、1983年3月に一部敷地にて、北九州山田子供広場を開園、その後大蔵省管轄分の払い下げを受けた上、 1987年より公園整備開始、1995年に山田緑地として開園した。なお、残る北側の敷地は陸上自衛隊、山田訓練所として活用され訓練等に使用されている。以前は山田緑地のある小倉北区山田町と八幡東区三次松尾町とが山道でつながっていたが、現在は道の一部が 山田訓練所の敷地内に入るためにフェンスで閉鎖されている。戦前、戦中は旧日本陸軍により弾薬等の転薬所として使用された。戦後から1972年の間は在日米軍が弾薬等の転薬作業を行っており、そこでの弾薬がベトナム戦争で使用されたとして国会で取り沙汰されたことがある。旧日本陸軍。 在日米軍の地内の活動については不明。敷地内において、地形のカエルが発見され、近隣での環境汚染発生が疑われたが、その後の調査、研究によって、環境汚染の事実はなく、遺伝によるものであることが明らかになっている。なお、日本本線南小倉駅との間に、山田弾薬庫への専用船があった。以前は弾薬庫として使用されていたため、 敷地内で一部弾薬庫や貯水層、貯水池などが見ることができる。約半世紀の間一般の利用が制限されたため、商用樹林の原始風景が広がる。この森を守り、育てるため、30世紀の森づくりを基本テーマに自然と触れ合い観察できる利用区域と環境保護を優先する保全区域、保護区域にゾーン分けして公園整備した。利用区域は、 約48.5ヘクタール。公園性門前から広がる区域で森の家や芝生広場などの居心地の良い開放空間を整備。保全区域は30ヘクタール。今ある植生を維持しながら人が自然に触れ合い、親しむ区域。入場できるが、時間と人数が制限される。保護区域は70ヘクタール。基本的に人の立ち入りを禁止し、人間の管理を一切行わない。 自然の植生である、商用樹林への移り変わりを見守る区域。なお、公園付近には、小熊の川があり、ホタルの名所になっている。山田緑地について、山田緑地公式サイト小倉陸軍造兵賞の、治安環境省国内における毒ガス弾等に対する、取り組み謎深まる、危険ガエル、旧米軍山田弾薬コア土地から83匹、確認にし日本新聞環境ホルモン。 北九州委員会北九州市公式サイト、山田弾薬湖専用線南小倉、山田弾薬湖以降へ移行、鉄道配線跡を訪ねてアクセス、山田緑地公式サイト、北九州市政田より平成23年9月15日、www.city.kitakyushu.lg.jp2020 年9月7日閲覧、ありがとうございます。